あ、くすぐったやばい。今日は辛そうですね。やばいですね。やっぱりね。びっくりした。まあ、さっきやっといたので、あのではね、うん、いくらか、いた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 うんうん、できて、まあ、というか流れ自体が最初よりいいですね。あんまりあげたくなさそう。怖い。ここがね、もうだって。あ、痛い。ここつかないもんね。ね。パンパンにというか、縮んでますね。痛い。痛いですね。突っかかってる感じ。そうそうそう。完全に固まって。だって上げてるだけで痛い。上げてるのが辛いですもんね。もうね、すごくピーンとしてますもんね。上げるだけでも。バネみたいな。
コリ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 ですね。めちゃくちゃここ張ってますね。なんでだろう、すごい。ポキポキしてますね。日頃やっぱり詰まっちゃってるんですよね。で、詰まってるってことなんですか。詰まってるのと位置がやっぱずれ込んじゃってるんですよね。こう上がるじゃないですか、浮いてるじゃないですか、はい、うん、本来問題なければこうペタッとつくところが、はい、やっぱこう内側に入っちゃってるせいで、いわゆる巻き型状態のせいで、ね、はい、なのでこう肩関節もずれてるんですよね。はい、だからなんかこうポキポキしちゃうんですよ。なんかそこ変わんないと一生猫背ですよね。あ、そうなんですよね。もうそれで癖がついちゃってるので、ね、これをやっぱり緩めてあげて正していかないとですね、肩関節の位置関係とか、ね、はい、まあ本当こういうのって日常の中で背中丸める癖がついちゃってるから、それを変えていかないといけないんですよね。例えばこう冷蔵庫を引き出すとか、普通だとやっぱり背中丸めて引くじゃないですか、こうやって取るじゃないですか、っていうのを背中はまっすぐのまんま、こう腰を落として、腰を落としてから引くとか、そうそうそう、物を拾う時とかも背中丸めて拾うんじゃなくて、なるべく前かがみにならない、そう、そういうことがやっぱり積み重ねなんですよね。へー、そう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 、背中丸めないってことは日常の中でいろいろ前かがみにならない、うんうん、とか急に力を入れない、起き上がるときにエイみたいなこう反動をつけてグッてやると背中丸くなるじゃないです か、 確かに。だからそうならないようにゆっくり体を横に倒してから手を使って起こしていくとか。へー、そうそうそう、なるべくなので、こう いわゆる一般的に言われるこの S 字のカーブ、綺麗、うん、なこの背中の腰の反りと、うん、頭の位置がこう一直線上にあるやつ、はい、あれを崩さないっていうつもりで、うん、生活するみたいな、まあ、超無理ゲーな感じですけど、まあ、でもそういうのってだんだん身についてくると思うので、本当に日頃のそういうところですよね。そこが殻というか、ほぐすのも大事だけど、普段から変な姿勢を作らないというか、取らないっていうか、下向かないみたいな、そうそれでこう、そうですね、背中丸めて下向いてみたいなことはなるべくしないっていう、はい、動作を増やすことになっちゃうので面倒なんですけど、うん、それをやっといた方が疲れないっていうのはありますね、うんうん、まあ、よく言うのはこう重いものを持つときに一回こう腰を下ろしてからとか言うじゃないですか、ね、一旦こうちょっと体勢低くしてとか、負担かかる、ね、そう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 、やっぱ腕の力だけで行こうとすると腰やられるんで、うん、そう腰が入る体勢になってからみたいなのあるじゃないですか、うん、まあ、そういう感じで日常の動作を極力負担をなるべく作らないようにっていう、うん、はい、まあ、ここが痛いのもやっぱり腕でやっちゃってるのが多いからだと思うんですよね、うん、腕だけに、そう腕だけでっていう、背中丸めたまんまことが多いかなっていうことですね。手流さるみたいなThank you.
もうすぐ力入っちゃいますもんね。違和感ね、見てだよね。入れてるつもりないんですけどボキ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 ってなりますね。あ、でもちょっと取れてきたかも。長年ね、そのずれ込んだ状態で過ごしてるから、確かにデフォルトみたいな、はめ込みにくいっすよね。ボキ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 言ってる。必ず言ってますね。確かに。しかもすごい抵抗がある。やんないもんね、普段ね。やんない。こんな風に持って行ったりとかしないですもんね。持って行けないが正解ですね。ああ、確かに。持って行こうとするともう止まっちゃうもんね。うん、持って行けないまでなっちゃうとね、もう必然的にできないんだからしょうがないみたいな感じで、うん、何でも前で作業するようになるし、うん、悪循環ですよね。だよね。でもさっき一緒よりちょっと抵抗弱くなってきまして、伸びがちょっと良くなってきた。確かに、うん、なんかね、ちょっと丁寧にやってあげればだんだん伸びたり、ね、はい、変わってくるので、血行も良くなってきてますよね、今ね。確かに、うん、ただでさえやっぱり筋肉量少なくて疲れやすい、冷えやすいがすごいあると思うので。そうだよね、うん、痛った。結構頑張らないとやっぱり、まあ、肩が凝るよねとか背中丸くなるよねはどうしても、自然に起こってしまうというかね。辛いですね。でもまあちょっとここをしのいでいけば、はいはい、変わってきてくれると思うので。ボキボキやってる。変だもんね。変って言ったら失礼ですけど、スムーズに回らない。痛い。手振ってるだけですよ。痛い。手首痛い。手首が痛い。ボキボキ言ってるもんね。手首もね、ずれてるというか、曲がってるんですよね。なんかね、変だもんね。ね、おかしいよね。なんか。角度ついちゃってるもんね。そうなの、ギクシャクギクシャクギクシャク。肘もそうだしね。痛っでもね、できることやってるはずなんですよ。できない動きではないんですよ、これ。本来は可動域の中にある動きでしかないので。今引っかかりがあるせいで痛いだけだから。あ、ね、そう、ちょっと、まあ、今痛いんだけど取れてくれば平気になると思う。異様に痛いもんだって、なんか、そのって癖ついてるから、あ、でもさっきよりスムーズですよ。あ、痛い。でも痛いね、やってきてないですからね。抵抗すごいな。あ、痛い、ね。もはや気持ちいい、それは。何言ってもポキポキするな。指もポキポキするし、甲もポキポキするし。痛い。
ミシミシしてますね。手も全部ミシミシしてる。痛いね。絶対見てる人はもうね、何かっていうね。そうそう、掴んでるじゃないの、バカじゃねえのこいつって絶対思ってる。お疲れ様でしたすみません、はい、不詳なんですね。そう、うん、私もそうなんでちょっと、はい、辛いですね。え、でもやっぱ体なんかこう健康に整えてるからか、うん、例年よりは楽です。全然それは良かった、はい、ね、やっぱこう溜めちゃうと、うん、体の中に悪いもの溜まってると、ね、よりひどく出るとかあるのでね、はい、免疫力を上げて保しておくと、はい、結構体調が、ね、違いますよね。もう最初よりはやっぱり上がりますね。うん、ね、はい、動いてますね。その結果を横から見たときに、はい、まっすぐに、はい、確かお腹なんかへこんだなってさっき着替えたとき思った。ね、いやだいぶ体重軽いです。感覚としてね。体重軽いよ。またよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ももはさんはね、はい、インスタグラムスレッズやってらっしゃるんで、はい、こちらのリンク貼っておきますね。はい、お願いします。はい。いつもね、この動画ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。皆さんのね、コメントいつも読ませていただいてます。この動画に限らずですね、動画のリクエストとか、が良かった、悪かったなど、ご意見、ご感想、お待ちしております。はい、どんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。See you!